鮫島タイムスです。小池百合子知事が東京都知事選挙への出馬をようやく表明しました。事実上自公与党と連合の支援を受ける見通しで、立憲民主党と共産の支援を受ける蓮舫氏との激突になります。小池優勢の見方が広がっていますが、蓮舫氏が対抗するにはどうすればよいのでしょうか。打倒女帝の戦略を考えてみましょう。小池知事の出馬表明は報道されている通り、都議会最終日の12日に行われました。内容は自画自賛の連発。この間の東京大改革、子育て支援などは国をも動かした。課題は山積しており、ここで東京大改革を止めるわけにはいかない。そのために出馬を決意した。こうした内容でした。この出馬表明自体は自画自賛がちょっと目立つくらいで、さしたるサプライズはありません。小池知事、8年前は反自民を掲げ、無党派層を引き寄せた。でもこの8年間のうちに裏金自民党にべったり一体化しました。今回の知事選挙は無党派層というよりも自民党についてくる業界団体、公明党の裏に控える創価学会、そして連合労働組合、こうした組織票に加えて、蓮舫氏が嫌いなアンチリベラル、この保守票、これさえまとめ上げれば十分に勝てる。あえて無党派層の支持を幅広く取り付ける必要はない、投票率を上げる必要はない、典型的な自民党型組織選挙で勝ち切れる、こう読んでの出馬表明とみられます。裏金自民と一体化した小池都政をリセットする、そう呼びかける蓮舫氏と、蓮舫氏は立憲共産党だ、共産党に担がれた勢力に都政を任せるわけにはいかない、このようにアンチリベラルを掲げる小池陣営、この対決になるとみられます。ここで私が指摘したいのは、自民党はいつも劣勢になると左右イデオロギー対決を持ち出すということです。今回小池知事も学歴詐称疑惑の再燃、そして裏金自民党との一体化、このような逆風を受けての選挙になる、左右イデオロギー対決を強調することになるでしょう。国政レベルでは自民党は常にピンチの時は憲法改正や安全保障、このような左右イデオロギー対決を持ち出します。東京都政では憲法や安全保障をすぐに持ち出すわけにはいかない、共産党に押された蓮舫を知事にさせたら大変なことになる、このような左右対決を仕掛けるとみられます。日本社会はだいたい右が3、左が2、残り5は無関心、永田町ではずっとそう言われてきました。ですから左右対決になると常に右が3対2、投票率 50% で逃げ切る。でもこれまでの野党は意外に左右イデオロギー対決を好むんです。なぜなら左右対決をしている限り、現職は3対2で2の議席を取れる、自分の議席を守ることができる、それがこれまでの日本のリベラル勢力の悪い点です。今回の東京都知事選挙でも私はちょっと気になるところがある。それはリベラル勢力の中から小池都政の批判として、例えば関東大震災で虐殺された朝鮮人たちの追悼文送付を取りやめた、このような問題を前面に掲げようという勢力があります。もちろんこの問題大切なんだけども、都知事選のテーマとしてこれを前面に掲げるとまさに左右イデオロギー対決になってしまう。これは自民党や小池知事の思うツボなんです。同じように樹木の大量伐採、これもとても大切な問題なんだけど、これを環境重視という点から左右イデオロギー対決で主張すると、これまた自民党や小池知事の思うツボになる。同じことは学歴詐称疑惑でも言えます。この問題もとても大切なんだけど、ここばかりを強調するとやはり残りの5、無関心層が離れてしまう。自民党や小池知事は立憲共産党と批判する、それに対してリベラルがいかにも左的な主張をすると、まさに左右イデオロギー対決、3対2で競り負ける。私が提案したいのは、あえてこの東京都知事選、このような左右のイデオロギー対決には持ち込まず、上下対決、つまり貧富の格差、格差社会、ここに焦点を当てるのが一番いい。左右ではなく上下対決に持ち込むことこそ女帝小池百合子を倒す一番の近道だと思います。具体的には小池都政、これまで自民党と一体化して
格差拡大政策を進めてきました。その象徴は電通やマスコミと組んで進めた東京オリンピック。コロナの最中もうオリンピックはやめてほしい、こんな世論を無視してなぜ東京オリンピックを推進したのか。大企業、マスコミ、電通、これら巨大企業の利権を守るためです。さらに都心で進む大開発、都心再開発、明治神宮外苑の問題も樹木の大量伐採という環境問題にスポット当てること、もちろん大事です。でもそれ以上にこの大再開発は三井不動産をはじめ巨大企業を利している。三井不動産には都庁幹部が大量に天下ってます。まさに政官業の癒着、一般の庶民の暮らしよりも大企業や官僚政治家を大事にする、このような強いものの味方の政治、これこそ小池都政の本質。その結果として経済格差がどんどん広がってきた。株価はどんどん上がって大企業は大儲け、そして東京の地価もぐんぐん上がって家賃は高騰、一般庶民は住めない街になってしまった。儲かるのは不動産や株を持っている大企業やお金持ちばかり。私はその象徴が東京プロジェクションマッピング、都庁の外壁に映し出されたイルミネーション、ここに2年間で48億円、電通グループにこれを発注している、これこそ小池都政、格差社会を拡大させる政策のシンボルと言えるでしょう。小池知事、それが分かってるからこの出馬表明直前、低所得者世帯に1万円の商品券をばらまく、こんな政策をぶち上げました。まさに格差拡大政策から目をそらそうとしてるんです。でもこの1万円の商品券ごときで格差は是正されません。大企業やお金持ちから税金を取って、規制を強化して弱い人々に富を再分配する、このような政策が一番大事。1万円のばらまきで騙されてはいけません。もう一つのポイントはやはり小池知事の政治的偏説です。最初は反自民を掲げて当選したのに、2期8年の間、東京オリンピックや都心再開発を通じて裏金自民党と結託した。カウンターパートは裏金議員の二階元幹事長、萩生田都連会長、この2人です。一方で満員電車ゼロ、介護離職ゼロ、このような都民の暮らしを重視した7つのゼロ公約、これはほとんど達成されませんでした。小池都政と裏金自民党が一体化して格差を拡大する政治を進めてきた、このような経済格差を助長してきた、この小池都政の8年間の失政、ここに女帝小池百合子を倒す王道があると私は思います。左右対決に持ち込まれないようにして、上下対決に持ち込む、ここができるかどうか。この東京都知事選挙は東京だけではなく日本の政治の行方を大きく左右します。鮫島タイムス、引き続きどこよりも分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。